さて、子供たち、私は魚を買いに市場に行きますので、皆さんもマナーを守ってください。それからタケる、子供たちが勉強していることを確認し、漫画を与えないようにしてください。彼らは賢い子供たちです。これから市場に行ってきます。さようなら。お兄さん、お母さんがいなくなってしまったけど、どうしたらいいの勉強など。 楽しいことをしてみませんか良いアイデア。勉強は楽しいので好きです。ねえ、お父さん、私たちと一緒に勉強しませんか子供たち、テレビでドラえもんを見ませんかお父さん、もうすぐ6年生です。ドラえもんは小学生向け。もうすぐ小学3年生ですが、ドラえもんを見るより勉強したいです。 私は気にしない。ドラえもんが見たい。あなた方の子供たちはとても失礼です。あなたは普通の日本の子供のように振る舞っていませんが、愚かな丸い目をしたアメリカ人のように振る舞っています。いいえ、私たちは無礼ではありません。私たちは勉強するのが好きなので、あなたより賢いのです。小さなペニスを持った嫌いな人が言う。実際。 日本人男性はみんなペニスが小さいので、ペニスが小さいお父さんもいるのです。まあ、それは関係ない。ドラえもんが見た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 い。戻りました。なんだってなぜ、子供たちは勉強しないのですかお母さん、私たちは勉強したかったのに、お父さんは黙っていました。私たちが見たくないのに。 お父さんは私たちにドラえもんを見ることを強制していました。お帰りなさい。恋人、説明したいことがあります。ドラえもんを見ようと思ったけど、このクソ野郎が私を軽視していた。おーおーおーどうしてドラえもんを見たいのですかつまり、次のドラえもん映画まであなたは地上に着陸することになります。お母さん、女家、おじさんがお父さんを罰しに来るのはい。 今から彼に電話します。ありがとう、お母さん、妹と私は2階で勉強します。もしもし、私の家に来ませんか夫の態度がまた悪くなりました。あなたにお仕置きをしてもらうために、助家を招待しました。母は、私が外国人に拷問されると思う タケルさん。私はスペイン人と日本人のハーフです。神に誓います。あなたの肋骨を折ります。君の愚かな顔を見るたびに殴りたくなる。あなたの顔が嫌いなので脳震との時間です。あ<ー>わあ ここでの私の仕事は終わりました。足をマッサージしましょうか確かに除化するでしょう。